カツ。いろんなことが起きすぎていて、今から、コンビニに行きます。なんか明日必要なものがないらしくて。あ会いに行ってます。今お父さんの車でみんなでタイツがいるみたい。あ、あるじゃん。これ絶対大変です。あれよ、そっちもある。30デニール薄いね、これ60。なんか警察いるっぽいんだけど。警察がなんか張ってるっぽい、今家の近くで。怖いよ。わかんない。誰が撃ったの？警察です。なんで？わからん。どっか行った。帰ってきました。僕はプロテイン買いました。よかったです。ください。ありがとう。はい。皆さんおはようございます。現在8時半ぐらいです。今から準備して、今日は母方の祖父の法事でございます。前は父方だったんですけど。準備しないと。よいしょ。ボクボク1分ぐらいなんで、バクとこで準備しないと。父のひげ剃りを拝借。もうみんなが準備し終わったって。これ。やばい、僕だけ服着てないの。やばい。ちょっと服着ないと。早く。今日はですね、前回の動画でもちらっと話したんですけど、マジで5、6年ぶりぐらい、母方の親戚とか、お母さんの弟だったりとか、どこだったりとか、みんなにはカミングアウトしてないんですよね。怖くて。母方のね、外の家にみんな住んでるんやけどさ、結構仲良かったっていうか、結構遊びに行ってて、たまに会う親戚ぐらいのレベルじゃなくて、結構会ってたから、余計なんか言いづらくて、でそのままカミングアウトせず、もう東京出て、まあ会いに行くの気まずいなみたいな感じだったんだよね。それがなんか僕の動画を見てくれてるみたいで、お母さんの弟には母が僕がフランス人だっていうのは
なんか伝えたことがあるみたいで、まあその時の反応があんまり思ってたっていうか自分が欲しかった反応ではないみたいな感じで、結構やっぱそれでも心折れちゃってって感じだったんだけど、でも僕の動画をやっぱ見てくれてて、そこでやっぱいろいろ知ってくれて、多分いろいろ調べてくれたんだと思うんだよね。それでもう初めて母が言った時とは全然違くて、応援してるねって言ってくれてるって聞いてすごい嬉しくてでそこからまあ今日初めて行くんで、ちょっとかなり緊張してるっていうかドキドキなんですけれど、いけた娘さん、あ、いけたいけた、ちょっと急がないとおはようございます、バカンスーパー、はい、行きましょう。やべ、穴開いてんじゃんこれ、穴開いてるまあいいや、こっちはある、この靴下、あ、あるわあるわあるわ、行く、行ける行ける、ちょっとめっちゃせかされてんだけど、昨日朝ごはん買ったのに食べれてない。みんなで移動してきましたよ。暑いね、もうね、結構ね。あ、マジ久々すぎて。だいぶ変わってるかも、ここら辺が。春気づいてる。え？春気づいてる？僕の写真。こうだ、ワウトランバウト。こうだ、写真だけど。今からご飯です。ご飯が終わって、今からお墓参りに行きます。お花買う、お花。お花買うよ、コウタ。お花買うよ。いかつ。めっちゃいかついね。もういいね。いかついけど。かっこよくない？めっちゃ絵になってる。逃走中。逃走中みたい。あと、お線香とか持ってきてたから、これ使うけど。帰りました。ゴミ？あたた、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 着替えます。さっき帰ってきて着替えてちょっと寝ちゃいましたね、疲れちゃってまあめちゃくちゃ情報量多かったね、マジで。いやー、なんかここでなんか全部話せるかってぐらいなんかいろんなことが起きすぎていて、簡単に話すと久々に行くからどういう反応されるのかなみたいな感じで、まあちょっとなんかまあまあ不安な気持ちもありつつ、まあでも僕は居場所はここだけじゃないから、僕に彼はねパートナーがいるし、一緒にいてくれる仲間のみんながいるから、そこまでなんか気張ってはなかったんだけど、やっぱちょっと若干気まずいみたいな気持ちで、まあ行って、で今日は
お母さんの、弟の家族とおじいちゃんの弟の家族と、今日は11人かぐらいいたんだけど、まあ、僕の動画を見てくれてたから、まあ、行って早々「ああかなか」って言われて「あそうです」みたいな感じで言ってたら「あでもかなたんになったんやな」って言われて「あうんそうそう」みたいな感じで、で性別変えたんやなみたいな感じで、まあ、もうみんな知ってるからさ、僕 YouTube でやってるのも、だからまあそんなになんかストレスなく頑張ってんなみたいな、状況大変やろみたいな感じで、そんなに思ったほどどうしようみたいなの引きずらず、ナチュラルになんかみんな応援してくれてるよみたいなのが伝わって、なんか逆にその僕は6年ぐらいの温度感もあるし、幼い時の親戚のイメージで止まっちゃってるっていう部分ってなんか言われるんじゃないかなとか思ってたんだけど、みんながこうさらっと受け入れてくれてるとか、みんながさらっとこう話してくれている想像をしていなかったところからの僕の温度感がなかなかちょっと自分がついていけなくて、なんか不思議な気持ちでみんなかなたくんでいいんだよねみたいな感じで言ってくれて、そう呼んでくれると嬉しいみたいな感じで、ね、まあ、あとタトゥーも入って、これタトゥーとか言われて、確かにこれもびっくりするよなとかいろいろあって、でなんか一番びっくりしたのはね、なんかこれまた動画で話そうかなとか思ったんだけど、まず皆さんに今日の出来事として共有したいのは、母方のねおばあちゃん、お母さんのお母さんは僕が5回とも知ってんのみたいな感じの話になって、まあもう亡くなってるんだけど、僕が21、22ぐらいの時に亡くなったかな。僕は当然自分からカミングアウトはしてないし、まだ戸籍も変更してないしって感じの時だったんやけど、おばあちゃんが僕がこう性別を変えたことを知ってるか知ってないかみたいな話を、知ってあるよみたいな感じでおじさんが答えてて、えってえ知ってるみたいな、もしや感づいてたなんかみたいな感じで、いろいろちょっとびっくりしたっていうことがありまして、なんか知ってたんかもね、なんかね、まあ、一番よく面倒見てくれてたのでばあちゃんが知ってたのかもなとか思いつつ、まあまあわかんないけどね帰りにお墓参りに行って、でばあちゃん知ってたのって聞いて、知ってたんかって、知ってたんやったらそう思ってくれてありがとうみたいな感じで、お参りして、みんなのなんかその温度感もそうだし、そのばあちゃんのこともそうだし、いろいろなんか知って、結構なんか忙しかったなんか晩ご飯をなんかどうするかみたいな話を今してて、なんか昼めっちゃ食べたいよ、お母さんいらんとか言うし食べたいんやったら食べるみたいな感じで、どうなるかちょっと分からんけど、下で降りてまいりました。ああ、今から出かけるのかな、どっか行くみたいですね、用事があって、物取りに行って、お父さんはドド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 ド、まあ、仕事してる、今、まあ、編集します。グッドグッバイ、グッバイ、あれは卵かけご飯だ、卵これは完全にあれだな、晩ご飯別々パターンですね、たぶんね。なっしゃ、今日のサブちゃん見てますね。サブもね、こうやって字幕出るからいいですよね父がコーヒーを作っております。コーヒータイムです。大変でしたね。あー出てなかった。大変でした。まだ分かってたところあると思ったわ。でもまだルールもちゃんと分からばんだと思ってくれからよくないけど、わからんと思ったら、うん、どうやから
どうだろう、わかったわ、もう監督のボタンだ、ドアなくわかったわだろ、トップカードからの中へだか、え、だろうよ、わかるか、そうね、わかったわ、だから、やっぱ多くなったくなった、くてやっぱまた来ないから。そうね。あ、どうぞ。こんにちは。あたるとテラポートのことだ。あたるか、でもあたくだ。とかはあたるでくあるか。あ、かかるでどうだ。ぷぷぷくら。あたくあるでも。うん。あたる。とく、とくだよ。ぽじでか。うん。やって。やらなかったら、どこでも打ってやる。どうだった？そうね。ドラマ、僕で分かったこと、パパはバッドやった、パパで。ゴールで、ゴールでバッドで。でもだ、でもだ。どうぞ。うまいこれ。あーおーおーか。合ってる。手話は家で手話を使うやんか。で、もう動画でいろいろやってる人が増えた。手話の歌とか手話の子だけど、見てると少しね、顔の表情がなんだろう、合ってないけど。言いたいことと、あの表情が合ってないかな、いつも使ってた手話だなと思うことあるけど、手話の表現と顔をあもうセットで一つのと、そういう時にやっぱりいつも思うのが、手話がそのまあ口声の言葉、音声言語とを助けるための補助みたいな、手話は補助みたいな考え方が広まってるんだなと思って、そうじゃなくて手話は一つの言葉、声を使う日本語とは違うな、別の一つの言葉だ、補助じゃない、うん、怒ったもうあるよ、それもあるが、ポドポドうわうわドラカうわうわとあわだだまずとかまだとくどど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 まあ、でも、我どうかってだと、どうかって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 、どう
だってパパからだおいとか覚えてたけどでもやっぱどこやったかポンって覚えてくる覚えたこと覚えてたとけば覚えたこと覚えてたかで、どうやってくるとこうやって食べてる、ね、で、どうやってこうやってこうやってあった、ね、どうやって食べてるかとかどうやって食べてるかだんだんうわってこうやってわかるうわーってあってこうやってどうやってるとかパイがどうやって思ってうわとパイまあそうねがとパイとはオープン覚えていただくねとぶくかとかできなかったとかがばばとおりだかかかだとだとあいこやったぶるだおとかだだとかあーでもだばわかだとかとかだとかかぶるかとばわとどうか